それでは今日のメインイベントに、本当は、菊池さんにこれを吹いてほしかったけど、時間がなかったので自分でサックスを吹いて録音した。あ、声枯れてきちゃったさっきリハで興奮しすぎて声枯れちゃってしばらく噛みながら話してたら、あ、こうかもか。自分は一人の、本田圭佑として、江藤に捧げた江藤直子さんというものすごい美しい天才美人音楽家がいまして、ね、江藤に前を向かしてボールを持たせたらいけないということでそれが功を奏したんですね。だからジュリエッタ・マスに行ってもボールを持たせて前を向かしたらいけないんで、江藤さんの江藤さんいらっしゃってると思うんですけどね本当にいい曲ですからね尊敬というか恋人以上友達未満で、じゃあみんな俺を一人にしないでどうせやってたすごい、これ紙なのあ、超美人の脳内っていう曲。赤い水里帰りの青い水乾く喉に麹屋造りのだ佐世保食堂と誰かな私の誰か水取り揚げ半絞り
はい、そして勝利君はそういう人が多い。あ、すいませんでした。そういうですね、ここはとやっぱり天然の人もね、素晴らしい女優さん多いですよね。篠原涼子とかね、しょうがないですよね。橋本さんだってね、まあ、一種のサバサバこれかっこいいでしょ、エグザイルみたいな。100均で買った。